株式会社アサヒアは、三重県津市にある生肉店、松坂牛の販売で知られる。生産者の顔が見える、生肉店を心情に掲げる松坂牛の専門店。毎年12月末には、名牛祭りと称して、松坂肉牛共進会で落札された高級牛肉の特売を行っており、三重県では年末の風物詩として定着している。2011年7月下旬からは、 民間の分析機関に依頼して放射線量の測定を行い安全な牛肉を販売してきた。この措置は同年8月29日から三重県が牛の全頭検査を始めたことにより終了した。朝日屋が毎年開催する名牛祭りは三重県では年末の風物詩となっている。名牛祭りでは松阪肉牛郷深会で競り落とされた牛肉が販売され、 二から三時間待ちの行列ができるほど店は賑わう。毎年11月末に行われる松坂牛の競り。最も優れた松坂牛である最優秀一席には例年一千万円以上の値がつく。エビイカとコ肉の安心安全示してほしいつの専門店、2011年8月30日付、中日新聞長官、三重総合21ページ。 福岡のりゆき牛肉全頭検査二日以内に結果、判明安心確保しブランド防衛2011年8月30日付、中日新聞長官、三重総合21ページ三重県の豚肉ブランドは、三重豚に統一されているが、仕入れ先の山越志畜産は、松坂豚と表示している。エビカナギ、139ページ。ありがとうございます。